はい、どうもー、まもるザ J チャンネルのお時間が今日もやってまいりました。今日は1月26日ですね。今日も遺跡情報頑張ってお送りしていきたいと思います。今回もですね、例によって皆様忙しい時間がないと思いますので、ダイジェストでお送りいたします。ということで本日はこのチームからご紹介させていただきます。はい、こちらのチームですね、湘南ベルマーレ。選手はね、この選手情報入ってきました。湘南ベルマーレならおなじみですね。湘南ベルマーレ所属のフォワードタリク、この選手をですね、韓国のポハンスティラーズと読むんですけども、こちらのチームがリストアップした模様ということになっております。ポハンスティラーズ、 ACL 等でよく出てくる名前ですね。湘南ベルマーレファンがざわざわしておりますね。タリク選手抜かれるとかなり厳しくなりますので、でもね、安心してください。複数にいる獲得候補の中の一人であるため、まだ移籍と決まったわけではないです。その可能性は極めて極めて低いということになっておりますので、まだね、そういった話があるということだけ頭に入れていただければいいかと思います。はい、続いてこの選手ですね、セルティックの出口洋介。この選手上がってきました。記事、屈辱の出場なし。出口洋介はレンタルで日本帰国か。セルティック地元メディア報道、うまくいかなかった、別れが最善ということ、冷徹な記事上がってきましたね。出口は2022年1月前田大然や旗手レオと一緒にセルティックに移籍、1月17日のリーグ戦で途中出場しデビューを飾ると、同22日のカップ戦で先発デビューを果たす。だがこの試合で負傷し交代を余儀なくされ、約1ヶ月の戦線離脱を余儀なくされてしまった。加入早々に出遅れる形となった井出口はシーズンが終わるまでスタメンに名を残すことなく、リーグ戦とカップ戦の各2試合で終盤から途中出場したのみ。そして心機一転を図って迎えた今季もプレシーズンで負傷し、シーズン開幕に間に合わなかった。結局今季の井出口はメンバー外になることが大半で、ベンチに座ることはあっても試合出場はゼロ。同期の前田や旗手が確かな地位を築いたのを対照的に屈辱のシーズンを送っている。さらにセルティックはこの冬、日本から小林、岩田と新たに2選手を獲得した。その存在感が薄まっていく一方なのは否定はできないという記事になっております。そうですね、私の方も去年12月11日セルティック出口退団、移籍先は名古屋グランパスかガンバ大阪かというところを報道させていただいておりますけども、もしね、今名古屋グランパスガンバ大阪に井出口が戻ってきたとしても、レギュラーで出れる保証は一切ないですね。はい、続いてこの選手ですね、セルティックですよ。またセルティックが韓国代表フォワードオ・ヒョンギを獲得。なんとなんと5年契約ということで、移籍金4億円を用意しているというニュースが上がってきましたね。セルティック移籍市場活発ですね。そのセルティックですけども、そうなんですよ、あの人ですよ。そういえばどうなったということで、このチーム、浦和レッズ、この人ですね。浦和レッズではもう有名人でございますよ。ギリシャ代表ギアクマキス、セルティックのギリシャ代表ギアクマキスは未だ MLS 行きの可能性も残されているということ、アトランタユナイテッドとまだ交渉中ではないかという疑惑が上がってきております。現地のね、ロマーノ記者は浦和が2週間前から交渉をリードとしつつも、まだまだ成立していないことを指摘しております。おいおいおい、ギアクマキスどうなってんの、なんでまだわちゃわちゃやってんのよということで、浦和レッズどぎまぎしております。その中で浦和レッズね、新たな動き出してきております。
新たなオファーを出したということでございます。浦和サポーターギアクマキスもう秋してんでやったぜと、次の動きどんな流れなの教えてちょうだいよということで、浦和レッズはスペイン2部のカルタヘナのアルバニア人フォワードのねアルマンド・サディク、このフォワードにオファーを出したということでございますよ。やった浦和レッズ新たなオファー、フォワードね、ギアクマキスに代わるフォワード獲得でいいんですか。いやいやちょっと待って、しかしということです。何なんだよ、相手クラブ側がこのオファーをなんと拒否したということで成立しませんでした。残念賞でございます。悔しいです。さあ続いての記事こちらです。鈴木唯人選手、清水エスパルスですね、チーム離脱のお知らせが入ってきてしまいました。海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のためとしております。そうですよね、パリ世代中心軸の清水エスパルスの鈴木唯人選手、先日も報道ありましたね、フランス一部のストラスブール移籍、近日中にも正式発表とスポーツ報知が報じておりましたけども、まあこちらの報道がね確かなものとなっておるわけなんですけども、近日成立すると思います。サポーターからこういった温かいコメントをいただきました。海外移籍成功する人ばかりじゃないし、大変なこともたくさんあると思いますが、もともと海外志向が強かったですし、やれるだけ頑張ってほしいですね。そして成長した姿を日本代表や移籍先いずれは清水に戻ってきて見せてほしいです。清水の出世番号2323の力を存分に見せてください。頑張れユイトということで、ユイト選手海外で一旗あげて日本代表、いずれは清水エスパルスでまたその力を発揮していただきたいということを願うばかりでございます。写真の方もたくさんアップしていただいております。思い出の写真たくさんありますね。本当に3年間清水エスパルスでありがとうございました。ありがとう。ではね、こちらから本当のダイジェストでお送りいたします。はい、まずこの記事ですね。はい、この記事ですね、元日本代表、元名古屋グランパスのフォワード斉藤学選手、オーストラリア一部のニューカッスルジェッツというチームに加入かという報道があります。今ね、彼は韓国で活躍しておりましたけど、次の新たな新天地ニューカッスルジェッツ、オーストラリアに移籍するそうですね。完全にジャーニーマンになってしまったようですね。はい、続いてこちらの記事です。FC 東京松木玖生は日本か海外か SNS での問いかけにファン反応さまざまと、すぐにでも行くべき、もうちょっと J リーグで見たいよという声も上がってきております。いろんな意見ありますけども、私の予想ですけども、来年には海外移籍という形になるんじゃないかなと思います。正直ね、もう海外からオファーはいくつかもらってると思います。明るみにはなっておりませんけども、本当に早ければ今年の夏にもそういった形になるかもしれません。松木が見れるのも少なからずねあと1年かなと思いますので、 FC 東京のみならず J リーグファン、松木が J リーグで見れるのも残り数少なくなりますので、ぜひね彼の姿を目に焼き付けるのは今年1年しっかりチェックしていきたいと思います。はい、続いてはこちらの記事ですね。ハリー・ケイン、イングランド代表ですけども、トッテナムと契約延長に前向きだという記事ですね。現契約は2024年の夏、ここで満了してしまいますので、新契約締結に向けてもうすでに交渉中だということです。ハリーケイン引っ張りだこでございます。点取り屋ということで、マンユやバイエル、ドイツも関心を報道を向けておるということですけども、まあね、トッテナムの愛がものすごく高いものですから、ケインね、今年ケイン選手はトッテナムで残留でいいんじゃないかなと私は予想しております。はい、続いてね、おめでとうございますの記事でございますよ。ブンデスリーグ初ゴール、シャルケの
ほおずき総一郎選手、地元メディアがチーム最高タイとなる 3.5 の採点ということでございます。何かというとね、シャルケでゴール決めましたね。シャルケの5部から這い上がって1部のこのリーグで早速ゴールですよ。素晴らしい。スピードと遊び心で観客から拍手が沸き起こった56分にはアリーナの歓喜を本物にしたということでございます。動画ちょっとアップしておきます。はい、素晴らしいゴールですね。はい、こちらもスーパーゴールでございます。シュツッツガルトの遠藤航選手、ね、77分1対1で迎えた77分、ダイレクトで右足を振り抜きました。チームは一時逆転もアディショナルタイムに同点弾を許して2対2で終了してしまいましたけども、こちらのゴール本当に素晴らしかったですね。ということで今日は終わりたいと思います。チャンネル登録、通知ボタン、グッドボタンよろしくお願いいたします。ご清聴誠にありがとうございました。本当にチャンネル登録よろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。ではまた明日、バイバイ。